ハーバードハウスハーバードハウスは、現在の住所で言うと、イングランド、ウォリックシャー、ストラトフォードイコールアポニイコールエーボンのハイストリート26番地にある家屋である。ウィリアム・シェイクスピアとハーバード大学双方にゆかりのある古民家である。かつては、古の家として知られていた。1596年に、後に、 ハーバード大学の母体となるものの創設に協力した、うちの一人である、ジョン・ハーバードの祖父であるトマス・ロジャースが建てたものである。この家は1990年から現在まで、ハーバード大学に代わって、シェイクスピア・バース・プレイストラストにより保全されている。トマス・ロジャースと、その2番目の妻であるアディスのイニシャルが1596年という、日付とともに、家の前に刻まれている。 これはロジャースが現在ハイストリート27番地と28番地に当たるつながった辞書をも所有していたにもかかわらず、この家は両隣と接合していない独立した家屋として建てられていたことを示している。ロジャースはこの家が建てられた時には60歳くらいで肉屋としてまた穀物と牛の商人として成功していた。ロジャースは ウィリアム・シェイクスピアの父であるジョン・シェイクスピアと共に、ストラトフォード・アポン、エーボンの自治体参事会員を務めていた。家屋の前面部分には彫刻があり、ロジャースの富が伺える。トマスが1611年に亡くなった際、2番目の結婚で生まれた子供で生き残った男子の中では、最年長であり、父の名前をもらっていた息子のトマスが、父から家を相続した。 この息子のトマスは、爆画製造業者であり、ビール醸造に用いるモルトを作っていた。息子のトマスは1639年に亡くなり、辞書は息子で製本業者であったエドワード・ロジャースが受け継いだ。17世紀の半ば頃に、エドワード・ロジャースは家屋を、鍛冶屋のジョン・キャップに売却した。キャップ一族は1725年頃までタンヤを営んでいた。その後、 この家屋は数人の借家人に貸し出された。1730年代はじめから1760年代には、本屋に1734年から1747年までは、廃館校に1782年から1801年までは、連続して複数の金物商に貸し出されていた。下手屋のトマスとハービー・ウィリアムズが1871年までここに住んでおり、 1871年にこの建物は不動産業者のオフィスになった。1909年、イングランド人の小説家で、ストラトフォードイコールアポニイコールエーボンに住んでいた。マリー・コレリの提案と熱狂的な支援により、この家はシカゴに住むアメリカ人の100万長者であるエドワード・モリスによって購入された。大規模な修復の後、この家はハーバード大学に寄贈され、 ハーバードハウスとして知られるようになった。ハーバードという加盟とのつながりは1605年、ストラトフォードイコールアポンイコールエイボンで、トマス・ロジャースの娘キャサリンが、サザークのロバート・ハーバードと結婚したことに由来する。ロバートも、ロジャース同様肉屋であり、かつ居酒屋のオーナーで、セントセービア協会の教区委員であった。ジョン・ハーバードは1607年11月生まれで、 父の地位ゆえにセントセービアグラマースクールに通うことができた。1625年までには薬病のせいで一家はジョンと兄弟のトマス、母の3人だけになっていた。今や地主となった母キャサリンはジョンをケンブリッジ大学エマニュエルコレッジに送ることができ、ジョンは聖職者の助任を受けた。キャサリンは1635年に 兄弟のトマスは1637年に亡くなった。1636年に、ジョン・ハーバードはアンサドラーと結婚し、翌年イングランドからアメリカのマサチューセッツに移民した。ジョンは説教者及び宣教長老として働いた。1638年9月14日に結核で亡くなったため、ジョンがアメリカで過ごした時間は短かった。ジョンの死の前に、 マサチューセッツ湾植民地はニュータウンにカレッジを創設していた。多くの植民者がケンブリッジ大学に在学したことがあったため、この大学長にちなんでニュータウンはこの直後にケンブリッジと改名された。父、母、兄弟から多額の遺産を受け継いでいったため、ジョンは750ポンドと同償を基金に依存した。感謝の意を示すため植民地は 新しい学校をハーバードカレッジと命名した。これはアメリカ最古の高等教育機関であり、現在のハーバード大学の母体である。ニュープレイスやナッシュの家が改修で閉鎖されている間、一般公開されていたが、ニュープレイスの改修が遅れていることもあり、その後の公開予定は未定である。ありがとうございます。